皆さんお待ちかねのクソの時間がやってまいりました。またらみたいな。今回やるクソはエアーベスロー一応自己紹介していきましょう。はい、はいはい、どうも、ユーアルのエスロー、セレブのブスルゴです。ということで、まあ、何も食わないんですけれども、はい、メシテロ、メシテロをしろとしていこうということですね。はい、はい、で、見てる2人は何を食ってんのか、はいはい、当てていこうじゃないかと。なるほど、そういった企画でございます。それではやっていきましょう。はい、フワイ、まあ、まずは、まあ、初手だから簡単めな感じでいきますね。簡単、うん。待って系の手術するやつ。やめろよ。ちょっと難しめでいい。いいっすね。ほうほうほう。グラタン。ミラノ風ドリア。違います。違うか。そっち系じゃないってことだな。おでん。あ、違う。あ、わかった。天津飯。あ、惜しい。あ、え？惜しい。中華ですから。あ、中華。フカヒレスープ。違います。金持ち。麻婆豆腐。すごい。マジかー。食器のね、ちゃんと箸とかスプーン使ってるんで、まあ僕はね。おお。素手か。素手？うん、うん、何？待って、なんか2つあるよ。確かに。何これ？え、マック？じゃあ、普通ハンバーガーとか言ってるよね。サンドイッチ。正解。おっしゃー。タコスとか。結構難めでいきますか。難めで。難めでお願いします。あの、鶏肉、クリスマスに食べる。そう、俺もそれだったわ。こんがり肉。焼き魚とか。あゆの塩焼き。じゃない。北京ダック。北京ダック近い。近い。アヒル？ワニ。アヒージョだ。もうアヒージョ。アヒージョ全然食わねえぞ。沖縄料理やつから。ソーキそば。正解発表していいですか。大家。じゃあここ行かねえだろ。正解。家族。ああ、なるほど。食べ物だけとは一言も。ああ、まあ。お、もうこれは早押しだと思います。お？でも飯テロですよ。ほうほう。あれだ。ビール。すごい。ああ、でしょうね。居酒屋の、一杯目の生ビール。ああ、とりあえず。そうなんだね。意外とクソ企画だからちょっと真面目になってきて。複数の動作俺入れるから。あ、OK。ん？なに？女子高生のパンツ？バカ野郎！大トウモロコシとか。ああ、違う。色は結構近い。さつまいも？違いますね。OL のパンツ。だからパンツから離れろって。違う。マンゴーだ。正解。よっしゃ。